聞いてください私のモテ自慢ということで、はい、8.6 秒バズーカーの浜谷根さんと田中シングルさん、そしてプロインタビュアーの吉田剛さんにお越しいただいております。後半もよろしくお願いします。お願いいたします。さて早速吉田さん、ニュージェネレーションに教えてあげたい芸能界のモテ伝説教えていいのかな。はい、いろいろありますよね。聞きたいです。僕のモテ自慢より興味あります。間違いない間違いない、まあ、昔は完全に本当どうかしてたんですよ、はい、あの多分、はい、モテることがキャラになるのって今ってあんまりないと思うんですよ。そうですよね。多分石田純一さんぐらいが最後で、はい、確かに確かにモテがプラスにならなくなってると思うんですけど。そうですね。昔はやりまくることが売りになってたんですよ。言い方ね、言い方気をつけてください。あの、まあ、千人切りみたいな言い方をよくしてたんですけど、それを映画会社とかがセットになって売り出しのために使ってたような時代だったんですよ。この人はそれぐらいモテるんですよっていう、色男みたいな。でもそうですよね、なんか芸の肥やしみたいに言いますもんね。そうですね、うんうんうん。だからそんな感じで僕もいろんな人から直接聞いたりとかしてるので、ちょっとそういうのを紹介していきましょうか。怖い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 。こういう話ってやっぱ噂程度でしか見にしないんで、そうですよね。インタビュアーの方の生の意見っていうのが、はい、ね、聞きたいです。でございますけれども、ぜひお願いします。はい、早速ね、じゃあ、はい、モテ伝説一人目ですけど、はいはい、僕5年前にインタビューした、うん、あの、まあ、ベテラン俳優のシスドジョーさんっていう方なんですよ。はい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 、はい、ね、超かっこいいんですけど。かっこいいですよね。5年前に取材した時点で、はい、まあやった人数の自慢から始まりましたから。すごいっすね。俺は世界3位だって話を世界3位俳優の中で、はい、そんなランキングがあるんだ、まあ、謎なんですけどね。シスドジョーさん曰くなんですけど、はい、世界1位がウォーレン・ベイティが 12,775人で、よく考えましたね。一部単位、本当ですか？わかんないですよ。世界2位がチャーリー・シンの5000人で、世界3位が俺で1331人だ。ってて、多かったんですけど、それから5年経って今1336人に増えてたんですよ。それいいんですか？まだカウントがちょっとアップして、ね、生々しいです。すごいね。生々しいです。でもかっこいいもん。でもかっこいいですね、確かに。なんかもう年関係なく、うん、もうなんか男から見てもかっこよくないですか？かっこいいです。確かにね。8の時点でもう取材がもうお酒飲んでしょ、もう、はいはいはい、ポケット瓶で飲み始めて、で今未だにとにかく若い子と知り合いたくてディスコ行ってるとか、ナンパしてるとか、止まんないんでしょ。全然止まんないんですよ。すごい。いや本当ですよね。気が向いてね、シシドジョーさんにナンパとか、女の子もどうしてるか分かんないでしょ。どれだけ伝わるかって話ですよ。そうですよね。すごいね、その悔しさをずっと言ってたんですよ。なるほど。どうしてもやっぱ同世代ばかり行っちゃう、それぐらいしか行けなくてっていう、下に行きたいんだよっていう、ニュージェネレーションが知らない方で、ね、ニュージェネレーションに届きたかった。サンディーな方ですか、知らない方でも、ね、でインタビューの後半ですよ、はい、だんだんずっとそういう話 し続けた後で僕の目を見ながら、はい、おい俺と寝たくなってきただろうって。かっこいい。男性コントなんだそれっていう、うん、なんだこれ。まだ実は男とはやってないんだけど興味があるって話。すごい、もう女性に飽きたぐらいもうね、いろいろ経験してるんでしょうね。確かに。抱かれたくなってきただろうっていいですね。すごい言われたね。そんな気しますよ。おもろい。ホテルの室でずっとそうやって話されたら、いやそうですよね。変な気持ちになってきちゃいましたね。いいかもしれないです。シドジョーさん、はい、続いてお願いしていいですか。うん、あ、これもちょっと僕タレント本のコレクターでもあって、はい、意外な人がモテキャラだったりするっていうのがありまして、はいはいはい、それを一つ、はいはいはい、あのコント赤信号の渡辺正行さん、はい、リーダーリーダーリーダー、リーダー実は昔モテキャラだったんです。モテキャラな感じしない。まあね、まあ、大物のタレントさんと付き合ったりとか多分してたのが、それが関係してたと思うんですけど、なぜかそういう本を何冊も出してて、あの男を奮い立たせるいい女講座みたいな本も出してて、リーダーってそういう感じ、もうキメキメですよ、もう。そんな感じしない。俺がモテ方教えてやるみたいなタイプだったんですけど、ちょっと最悪な本が一冊ありまして、ちょっとこれ多分 FM では読めないんですけど、はい、まあ、ひどいんですよ。何これ、うん、実際に本見せていただいてるんですね、はい、ちょっとすごいですね。アリ画面の方からしたら考えられないような本当に本を普通に出してた、女体の神秘について書いてた、字幕で表現する、ショックなんかイメージないですよ。なんか優しい感じのイメージだから、ね、ラママのネタ見せだよとかの感じと全然違うんですよ。昔はこっちだったんですよ。
意外な人が、だ僕実はタレント本のコレクターなので、はい、意外な人がちょっとさらっと言いますけど、はい、ニューゼレネーションに全く届かないあのベテランの歌手で村田秀夫さんっていう方がいたんですけど、はい、演歌の大ベテラン、はい、そういう昔はどういうことかっていうと、はい、亡くなる直前に出す本っていうのが今だから話す女性交友談義みたいな感じ、なるほど、昔どなんかねどういう人と交際してきたかとか、初体験がいくつだとか全部自分で暴露して、それ暴露されて残された方困りますけどね、まあでもまあ大体なくなってるだろうみたいな感じ、確かになるほど、でいい話が女性問題でなぜ週刊誌沙汰にならなかったのかっていうのを書いてあって、知りたいじゃないですか、あの隠すから週刊誌沙汰になるっていう、なんかこの人はそういうルールで全員紹介したらしいんですよ、いい女だから、あのマスコミにもちょっと紹介してあげたいって言って、記者連れてって、なんすかそれ、紹介そこまで合わせたら逆にあの報道できなくなるんだよねって書いてるんですけど、いやでも、まあ、時代が違いますよね、今は絶対通用しない、昔はそういう感じだったっていう、うん、時代ですよね、時代ですね、それこそ今なんか SNS があるから、うん、ね、すぐ暴露されちゃうので、隠したってバレちゃいますし、うん、いろんな人にね、そうなんだ、こんな本が出ちゃう時代ってのもすごいですね、なんか意外な人が本当に僕がこういうタレントも好きになったきっかけっていうのは、はい、なんでこの人がこんな女自慢してんだろうみたいな 本が多いんですよ、例えばガッツ石松さん、ガッツさん男石松のガッツエンターテイメントっていう本があるんです、ガッツさんってそういうイメージないですよね、そういう感じじゃないですか、はい、あるんですよ、第5章英雄色を好むって言って、あの丸々そういう話だけで埋まってます、一生丸々です、初体験は小学校5年の時、ガッツさんごめん、全然興味はないね、興味ないですよね、ニュージャレーション絶対興味ないはずなんですよ、興味あるでしょ、興味ない、ガッツさんもすごいですよ、なんかオッケー牧場とかもなんかちょっとエロく聞こえてきてる、ただちょっとあれだなと思うのが、ちょっとこの先いきますと、日本全国のソープを制覇とかだんだん話が出てきますよ、何の話ですか、モテ自慢じゃないだろうね、それはまた違いますよ ねモテてるのと、最終的には世界の女味比べっていう、ね、今国際問題になりそうなタイトルが、確かに今やったら問題になるよ、ね、昔だからこそ出せたという、で読んでみるわけですよ、読んでみたら、はい、あの謎が解けるんですよ、はいはい、あのさっきのあれです、あの日本全国のソープを制覇みたいな、はいはいはい、あの海外でもあの恋愛ではないです、なるほど、あ、なるほど、いろいろそういうお店に行くというなるほど、ね、当時異常なんですよ、本当にいろんな人が平気でそういうことを本にしてたんですよ、すごいですね、昔の人ってスケベな人が多かったんですかね、なんかしてたんですか、いやだからみんなスケベだけど、それを言うか言わないかですよね、そう言っても問題にならない時代だった、そうですね、だってこれなんて今ちゃんとした政治評論家としてやってる竹村健一さんって方がいらっしゃるんですけど、はいはい、あの人が世界の女を俺の手にって本出して、すごいな、これも気になるから読んだら同じパターンですよ、全部あのバイバイですなるほど、全部内容大体同じなんですね、怒られますよそんな本出したら今、確かに問題そんな政治評論家が、そうですね、偉そうに政治評論してる人なんですから、日本男子どういう行くじゃないですよこれサブタイトル、はい、いやす昔の芸能界、全く読めないですけどこんな本出しますからね、この人ね、もう読めないですね、はい、これはね、読めないですね、皆さん黙読するしかない見る目変わっちゃいますね、メインタイトルサブタイトル両方読めないですけど、昭和は異常でした、すごい、はい、昔の芸能界ってやっぱすごいんですね、ねえ面白いです ね、 いかがでした皆さん、いやここまで聞いてすごくない今が厳しすぎますよね、そう考えると、まあ確かにね、そうなのかもしれないですね、みんなそう言いますね、やっぱり、うん、あのベテラン俳優さんが亡くなれる直前ぐらいとかよくインタビューするんですけど、やっぱり皆さんそういうことを言ってますよね、はい、かわいそうだっていうのは、確かにね、もうちょい緩くてもいいのになとは思いますよね、でもきっとね皆さんどうなんでしょうね、うん、まあどうなんですかね、まあ僕が結婚したんで遊びたいとは思わないですけど一番強い守りに入りますね、ね、古いね今全部持ってきました、一番うさんくさい言葉いやすごいですよ、うん、芸能界モテ伝説、はい、実はですね吉田さんのこの芸能界モテ伝説、うん、これまだまだ言い足りない伝説があるということなので、なるほど、この後も延長戦おかわりタイム突入でございます、いいですね、あのじゃあ 8.6 秒バズーカさんはありがとうございます、はいはい、いやじゃあ聞きたいんで、出たとしてもそこでいますよ、わかりました、じゃあいてもいいですよ、お願いしますよ、ありがとうございますということで、はて6秒バズカさんお二人もこの後お付き合いいただけるということで、よろしくお願いいたします、お願いします、以上スクランブルラボでした、今夜のテーマは
聞いてください私のモテ自慢ということで 8.6 秒バズーカーの浜谷根さんと田中シングルさん、そしてプロインタビュアーの吉田剛さんにお越しいただいております。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ここからはですね、はい、吉田剛さんプレゼンツ、はい、芸能界豪快モテ伝説おかわりタイム突入です。気になりますからね、はい。さあそれではね、やっぱりね、うん、最近の芸能界でね、聞いちゃいましょうか。吉田さんが知っているモテ伝説を知りたいんですけど、まああの名前も全然言っていただいてもいいですし、あのイニシャルでもいいです。言えるんですかね。問題になります。責任持ってくださいよ、川北代表。あの全然イニシャルでもいいんですけど、なんかはい教えていただきたいです。イニシャルでもいいなら、はい。じゃあ最近の。はい、俳優さんで F さんという方が、はい、F さん相当モテてらっしゃることは、はい、まあちょっと有名なんですよ。15、6歳でもう100人芸行ったみたいな。15、6歳、最近の人ですか。最近の人なんですけど、F さんだから本当に現代の松方弘樹ぐらいに言われてる人ですよ。まあ、松方弘樹さんは千人切りで有名だった人ですよね。千行った説があるぐらいの人です。で、千、まあ、それぐらい行った結果、はい、美人に飽きたっていう説があって、はい、あの、あまり可愛くない方と男に行ったっていう。それはすげえ。わお、うん、男行きました。うん、ヒーローさんが言ってなかった、やっぱりごちそう食べ飽きたっていう、だからイケメンは結局そうなんですよ。シシドさんにしてもそうじゃないですか、やっぱりなんかもういろいろ全部見てきて、行くとこまで行っちゃうと、もう行くところまで行って、で、うん、白飯逆に超うまいみたいなことなんですね。っていうことですよね。新しい。気になるな。でもすごいですね。現代にもいるんですね。いますね、そういう人が。うん、ただなんかそういうことをキャッチフレーズとかには使わなくなったってことですね。なるほど、なるほどね。全く押し出してはないですよ。全く知らん、わかんないですもんね。でも、あの、私が知らないところでは、まあ、変わってないってことですね。なるほどね。それを全面的に出さないけど、まあ、華やかな世界ですからね。ありますわ。売れて。いや、売れたところででしょ。ちょっとごめんけど、それはね。白ご飯の味、再確認したいわ。再確認できません。できません。できません。いや、すごいですね。いやすごすぎますね、うん、芸人さんとかもまあね、はい、ありますからね、やっぱいっぱいね、あるね、そこまで行こう。そうっすよね、芸人は一番ないでしょう。ありますよ。一番クリーンなね。よく言えよ。人を笑わせたいという。そうっすよ。それだけの気持ちでやってますからね。妖精のような。これも全く名前、あの、イニシャルも出さないですけど、超大物の、あの、いい話があって。いい話。いい話。結婚されたんですけど、奥さんが掃除してたら、何かノートが出てきて、見たら、それまでの、はい、あの、いろいろあった女性の名前とみたいなものが全部リストアップされて、それかつてジェームス・ミキさんが同じようなことやったんですよ。同じようなことを現代でもやってる人がいた。そしてそれが奥さんにバレた。っていうかさ、それ本なんで書くの、何の意味なのその本は。だからいつか、そのだからこういうね、その自叙伝みたいな出したかった。いや、名前出すんすか、そんで。そこでまた確認、再確認するのかな。やっぱその経験した自分のことを書き留めておいて後世に残したいっていう意思があるのかもしれないですね。趣味、いや、それは嫌だ。趣味ですねって言いながら芸人さんって言われたら先輩やし、先輩ですもんね。超大物です。超大物、超大物なんだ。あんま喋らんとこうか。みんないつかどこかでね、お会いした時に。いや、やだやだ、そんな人絶対やだ。嫌ですよね。やだやだ。でも会ってみたら分かんないですよ。それはちょっと心になんか、うん、か、あの、ちょっと番号とかでいいんじゃない。だから、あの、あの、ちょっと携帯の、そうそうそう、携帯の。それの方がなんかいい。めっちゃもっと隠してる感じで。そう、リストみたいな感じで、毎回更新されるたびに、もう100から101みたいな感じで。いや、まあ、あ、なるほど、数字だけね。数字だけだったらまだいいんじゃないですか。名前ってのは奥さんびっくりしたでしょうね。確かに。やだやだ、その人の名前絶対なんか夢に出てきちゃいそうだもんね。番組とか見てて、有名人とかいてたらね。ね、やばいよね。おもろい話多いですね。CM 中にこっそりと名前教えて差し上げます。わっしゃ、やった、ありがとうございます。楽しいですね。まあでも、
楽しい時間が終わってしまうということで、はい、最後ですね、皆さん告知などあればお願いします、はい、あ、僕たち 8.6 秒わずかいと8月23日にですね、はい、渋谷の無限大ホールで9時から、新ネタ単独ライブをやらせていただきまして、オール新ネタでもラッスンゴレライのラの字も出ませんので、ぜひ新生 8.6 秒わずか見に来ていただきたいと思います。見に来ます。8月23日お願いします。はい、はい、僕が、女子プロレスのインタビュー集が最近出たのと、はい、あと明日新宿ロフトプラスワンというところで、あのノーツイートの恋ような話ばっかするようなの、めっちゃ楽しそう。それも気になりますね。はい、嫁さんと赤ちゃんと一緒に見に行こうかな。教育に良くないですから、絶対に。さあ皆さん、本当に今日今夜はありがとうございました。またぜひ遊びに来てください。お願いしていいですか、うん、あ、これもちょっと僕タレント本のコレクターでもあって、はい、意外な人がモテキャラだったりするっていうのがありまして、それを一つ、はいはいはい、あのコント赤信号の渡辺正行さん、はい、リーダーリーダーリーダ ー,、リーダー実は昔モテキャラだったんです。モテキャラな感じしない。まあね、まあ、大物のタレントさんと付き合ったりとか多分してたのが、それが関係してたと思うんですけど、なぜかそういう本を何冊も出してて、あの男を奮い立たせるいい女講座みたいな本も出してて、リーダーってそういう感じ、もうキメキメですよ、もう。そんな感じ。俺がモテ方教えてやるみたいなタイプだったんですけど、ちょっと最悪な本が一冊ありまして、ちょっとこれ多分 FM では読めないんですけど、はいはい、まあ、ひどいんですよ。何これ、うん、今ね実際に本見せていただいてるんですけど、ちょっとすごいですね。アリ画面の方からしたら考えられないような本当に本を普通に出してた、女体の神秘について書いてた、ショック。なんかイメージないですよ、なんか優しい感じのイメージだから、ラママのネタ見せだよとかの感じと全然違う。昔はこっちだったんですよ。意外な人が、僕実はタレント本のコレクターなので、はい、意外な人がちょっとさらっと言いますけど、はい、あのニューゼレーションに全く届かないあのベテランの歌手で村田秀夫さんっていう方がいたんですけど、演歌の大ベテラン、はい、そういう昔はどういうことかっていうと、はい、亡くなる直前に出す本っていうのが今だから話す女性交友談義みたいな感じ、なるほど、昔どなんかね、どういう人と交際してきたかとか、初体験がいくつだとか、全部自分で暴露して、それ暴露されて残された方困りますけどね。まあでもまあ大体なくなってるだろうみたいな感じ。なるほど。でいい話が、女性問題でなぜ週刊誌沙汰にならなかったのかっていうのを書いてあって、知りたいじゃないですか。あの隠すから週刊誌沙汰になるっていう、なんかこの人はそういうルールで、全員紹介したらしいんですよ。いい女だから、あのマスコミにもちょっと紹介してあげたいって言って、記者連れてって、なんすかそれ、紹介そこまで合わせたら逆にあの報道できなくなるんだよねって書いてるんですけど、いや、まあ、時代が違いますよね。今は絶対通用しない。昔はそういう感じだったっていう、うん、時代ですよね。時代ですね。それこそ今なんか SNS があるから、うん、ね、すぐ暴露されちゃうので、隠したってバレちゃいますし、うん、いろんな人にね、そうなんです。こんな本が出ちゃう時代ってのもすごいですね。なんか意外な人が、本当に僕がこういうタレントも好きになったきっかけっていうのは、はい、なんでこの人がこんな女自慢してんだろうみたいな 本が多いんですよ。例えばガッツ石松さん、ガッツさん男石松のガッツエンターテイメントっていう本がある。ガッツさんってそういうイメージないですよね。ないじゃないですか、はい、あるんですよ。第5章英雄色を好むって言って、丸々そういう話だけで埋まってます。一章丸々です。初体験は小学校5年の時、ガッツさんガッツありますね。全然興味ないね。興味ないですよね。ニュージャレーション絶対興味ないはずなんで、ちょっと紹介してあげたいって言って、記者連れてって、なんすかそれ、紹介そこまで合わせたら逆にあの報道できなくなるんだよねって書いてるんですけど、いや、まあ、時代が違いますよね。今は絶対通用しない。昔はそういう感じだったっていう、うん、時代ですよね。時代ですね。それこそ今なんか SNS があるから、うん、ね、すぐ暴露されちゃうのに、隠したってバレちゃう、いろんな人にね、そうなんです。こんな本が出ちゃう時代ってのもすごいですね。なんか意外な人が、本当に僕がこういうタレントも好きになったきっかけっていうのは、はい、なんでこの人がこんな女自慢してんだろうみたいな 本が多いんですよ。例えばガッツ石松さん、ガッツさん男石松のガッツエンターテイメントっていう本がある。ガッツさんってそういうイメージないですよね。ないじゃないですか、はい、あるんですよ。第5章英雄色を好むって言って、丸々そういう話だけで埋まってます。丸々です。初体験は小学校5年の時、ガッツさんごめん全然興味あるな
ないね。そっから名前が興味ないですよね。ニュージェネレーション絶対興味ないはずなんですよ。興味あるでしょ。興味ない。ガッサンの指令は。なんかオッケー牧場とかもなんかちょっとエロく聞こえてきてる。ただちょっとあれだなと思うのが、ちょっとこの先行きますと、はいはいはい、まあ、日本全国のソープを制覇とかだんだん話が出てきますよ。何の話ですか。モテ自慢じゃないだろうね。それはまた違いますよね。モテてるのと、ね、最終的には世界の女味比べっていう今国際問題になりそうなタイトルが確かに今やったら問題になるようなんですけど、ね、昔だからこそ出せたというで、はい、読んでみるわけですよ。読んでみたら、はい、あの謎が解けるんですよ、はいはい、あのさっきのあれです、あの日本全国のソープを制覇みたいな、はいはいはい、あの海外でもなるほど、あの恋愛ではないです。なるほど、あ、なるほど、いろいろそういうお店に行くというなるほど、ね、当時異常なんですよ。本当にいろんな人が平気でそういうことを本にしてたんですよ。すごいですね。昔の人ってスケベな人が多かったんですかね。なんかいやだからみんなスケベだけど、それを言うか言わないかですよね。そうそう、言っても問題にならない時代だった。そうですね。だってこれなんて今ちゃんとした政治評論家としてやってる竹村健一さんって方がいらっしゃるんですけど、はいはい、あの人が世界の女を俺の手にって本出して、すごいな。これも気になるか読んだら同じパターンですよ。全部あのバイバイです。なるほど。全部内容大体同じなんですね。怒られますよそんな本出したら今。確かに。そんな政治評論家が。間違いない。偉そうに政治評論してる人なんですから。日本男子どういう役じゃないですよこれ。サブタイトル、いや昔の芸能界、全く読めないですけどこんなの出しますからね、この人ね。もう読めないですね、はい、これはね、読めないですね、皆さん黙読するしかない見る目変わっちゃいますね。メインタイトルサブタイトル両方読めないですけど、昭和異常でした。昔の芸能界ってやっぱすごいんですね。ねえ、面白いです ね、 いかがでした皆さん。いや、ここまで聞いてすごくない。今が厳しすぎますよね。そう感じ、まあ、続けた後で僕の目を見ながら、おい俺と寝たくなってきただろうって。かっこいい男性コントなんだそれっていう、うん、なんだこれ。まだ実は男とはやってないんだけど興味があるって話。すごい、もう女性に飽きたぐらいもうね、いろいろ経験してるんでしょうね。確かに、そんな枯れたくなってきただろうっていいっすね。すごい言われたね。そんな気しますよ。おもろい、うん、ホテルの室でずっとそうやって話されたら、いやそうですよ、変な気持ちになってきちゃいましたね。いいかもしれないです。シドジョーさん、はい、続いてお願いしていいですか。うん、あ、これもちょっと僕タレント本のコレクターでもあって、はい、意外な人がモテキャラだったりするっていうのがありまして、はい、それを一つ、はいはいはい、あのコント赤信号の渡辺正行さん、はい、リーダー、リーダー実は昔モテキャラだったんです。モテキャラな感じしない。まあね、まあ、大物のタレントさんと付き合ったりとか多分してたのが、それが関係してたと思うんですけど、なぜかそういう本を何冊も出してて、あの男を奮い立たせるいい女講座みたいな本も出してて、リーダーってそういう感じ、キメキメですよもう。そんな感じしない。俺がモテ方を教えてやるみたいなタイプだったんですけど、ちょっと最悪な本が一冊ありまして、ちょっとこれ多分 FM では読めないんですけど、はい、まあ、ひどいんですよ。何これ、うん、実際に本見せていただいてるんですね、はい、ちょっとすごいですね。あり画面の方からしたら考えられないような本当に本を普通に出してた、女体の神秘について書いてた、ショックなんかイメージないですよ。なんか優しい感じのイメージだから、ね、ロママのネタ見せだよとかの感じと全然違うんですよ。昔はこっちだったんですよ。意外、意外な人が、だ僕実はタレント本のコレクターなので、はい、意外な人がちょっとまあさらっと言いますけど、はい、あのニュージェネレーションで全く届かないあのベテランの歌手で村田秀夫さんっていう方がいたんですけど、演歌の大ベテラン、はい、そういう昔はどういうことかっていうと、はい、亡くなる直前に出す本っていうのが今だから話す女性交友談義みたいな感じ、なるほど、昔どなんかね、どういう人と交際してきたかとか、初体験がいくつだとか、全部自分で暴露して、それ暴露されて残された方困りますけどね。まあでもまあ大体なくなってるだろうみたいな感じ。確かになるほど。でいい話が、女性問題でなぜ週刊誌沙汰にならなかったのかっていうのを書いてあって、知りたいじゃないですか。あの隠すから週刊誌沙汰になるっていう、なんかこの人はそういうルールで、全員紹介したらしいんですよ。
いい女だから、あの、マスコミにもちょっと紹介してあげたいって言って、記者連れてって、なんすかそれ。紹介、そこまで合わせたら逆に、あの、報道できなくなるんだよねって書いてるんですけど。いやー、まあ、時代が違いますよね。今は絶対通用しない。昔はそういう感じだったっていう。うん。時代ですよね。時代ですね。それこそ今なんか、SNS があるから、うん、ね、すぐ暴露されちゃうから、ね。隠したってバレちゃいますし、うん、いろんな人にね。そうなんです。こんな本が出てくる。芸能界モテ伝説。はい。実はですね、吉田さんのこの芸能界モテ伝説。うん、これまだまだ言い足りない伝説があるということなので、なるほど、この後も延長戦おかわりタイム突入でございます。いいですね。あの、じゃあ 8.6 秒バズーカさんはありがとうございます、はいはい、いや、じゃあ聞きたいんで、聞きたい、出たとしてもそこで言いますよ。わかりました。じゃあ いてもいいですよ。お願いしますよ、はい、ありがとうございます。ということなので 8.6 秒バズーカさんお二人もこの後お付き合いいただけるということで、よろしくお願いいたしま す、はい、お願いします。以上スクランブルラボでした。今夜のテーマは聞いてください、私のモテ自慢ということで、 8.6 秒バズーカーの浜谷根さんと田中シングルさん、そしてプロインタビュアーの吉田剛さんにお越しいただいております。引き続きよろしくお願いします。お願いします。お願いいたします。ここからはですね、吉田剛さんプレゼンツ、はい、芸能界豪快モテ伝説おかわりタイム突入です。気になりますからね。はい、さあ、それではね、やっぱりね、最近、うん、芸能界でね、聞いちゃいましょうか。吉田さんが知っているモテ伝説を知りたいんですけど、まあ、あの、名前も全然言っていただいてもいいですし、あの、イニシャルでもいいです。言えるんですかね。問題になります。責任持ってくださいよ、川北代表。あの、全然イニシャルでもいいんですけど、なんか、はい、教えていただきたいです。イニシャルでもいいなら、はい。じゃあ最近の俳優さんで、はい、F さんという方が、はい、はい、相当モテてらっしゃることは、まあ、ちょっと有名なんですよ。15、6歳でもう100人芸行ったみたいな。15、6歳、最近の人ですか。最近の人なんですけど、F さん、だから本当に現代の松方弘樹ぐらいに言われてる人ですよ。まあ、松方弘樹さんは、まあ、千人切りで有名だった人ですね。千行った説があるぐらいの人です。で、千、もうそれぐらい行った結果、はい、美人に飽きたっていう説があって、はい、あの、あまり可愛くない方と男に行ったっていう。それは、わお、わお、男行きました。うん、ヒーローさんが行ってなかった。やっぱり。ごちそう食べ飽きたっていう。だから、イケメンは結局そうなんですよ。シシドさんにしてもそうじゃないですか。やっぱりなんかもう、いろいろ全部見てきて。行くとこまで行っちゃうと。もう、行くところまで行って。でうん、白飯逆に超うまいみたいなことなんですね。っていうことですよね。新しい。気になるなー。でもすごいですね。現代にもいるんですね。いますね、そういう人が、うん、ただなんかそういうことをキャッチフレーズとかには使わなくなったってことですね。なるほどね。なるほどね。全く押し出してはないですよね。知らん、わかんないですもんね。でも、あの、私が知らないところでは、まあ、うん、変わってないってことですね。なるほどね。それを全面的に出さないけど、まあ、華やかな世界ですからね。ありますわ。うん。売れて。いや、売れたところででしょう。いや、おい。怖い。出す本っていうのが、今だから話す女性交友談義みたいな感じ。なるほど。昔なんかね、どういう人と交際してきたかとか、初体験がいくつだとか、全部自分で暴露して、それ暴露されて残された方困りますけどね。まあでも、まあ大体なくなってるだろうみたいな感じ。なるほど。で、いい話が、女性問題でなぜ週刊誌沙汰にならなかったのかっていうのを書いてあって、知りたいじゃないですか。あの、隠すから週刊誌沙汰になるっていう、なんかこの人はそういうルールで、全員紹介したらしいんですよ。いい女だから、あの、マスコミにもちょっと紹介してあげたいって言って、記者連れてって、なんすかそれ。紹介、そこまで合わせたら逆に、あの、報道できなくなるんだよねって書いてるんですけど。いや、でも、まあ、時代が違いますよね。今は絶対通用しない。昔はそういう感じだったっていう。うん、時代ですよね。時代ですね。それこそ今なんか SNS があるから、うん、ね、すぐ暴露されちゃうから。隠したってバレちゃいますし、うん、いろんな人にね。そうなんです。こんな本が出て、芸能界モテ伝説、はい。はい。実はですね、吉田さんのこの芸能界モテ伝説、うん、これまだまだ言い足りない伝説があるということなので、なるほど、この後も延長戦おかわりタイム突入でございます。いいですね。あの、じゃあ 8.6 秒バズーカさんはありがとうございます。いや、じゃあ何なんですか。聞きたいんで、聞きたい、出たとしてもそこで言いますよ。わかりました。じゃあ いてもいいですよ。お願いしますよ、はい、ありがとうございます。はい、ということなので 8.6 秒バズーカさんお二人もこの後お付き合いいただけるということで、よろしくお願いいたします。以上スクランブルラボでした。
今夜のテーマは聞いてください私のモテ自慢ということで 8.6 秒バズーカーの濱屋根さんと田中シングルさん、そしてプロインタビュアーの吉田剛さんにお越しいただいております。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ここからはですね、はい、吉田剛さんプレゼンツ、はい、芸能界豪快モテ伝説おかわりタイム突入です。気になりますからね、はい。さあそれではね、やっぱりね、うん、最近の芸能界でね、聞いちゃいましょうか。吉田さんが知っているモテ伝説を知りたいんですけど、まああの名前も全然言っていただいてもいいですし、はいはい、あのイニシャルでもいいです。言えるんですかね。問題になります。責任持ってくださいよ、川北代表。あの全然イニシャルでもいいんですけど、はいすね、なんか、はい、い教えていただきたいです。イニシャルでもいいなら、はい、じゃあ最近の俳優さんで F さんという方が、はい、F さん相当モテてらっしゃることは、まあ、ちょっと有名なんですよ。15、6歳でもう100人切りいったんです。15、6歳、最近の人ですか。最近の人なんですけど、F さん、だから本当に現代の松方弘樹ぐらいに言われてる人ですよ。松方弘樹さんは、松方弘樹さんは1000人切りで有名な人ですよね。1000いった説があるぐらいの人です。で1000もうそれぐらいいった結果、はい、美人に飽きたっていう説があって、はい、あまり可愛くない方と男に行ったっていう。それはこういうタレントも好きになったきっかけっていうのは、はい、なんでこの人がこんな女自慢してんだろうみたいな 本が多いんですよ。例えばガッツ石松さん。ガッツさん男石松のガッツエンターテイメントって本があるんです。ガッツさんってそういうイメージないですよね。そういう感じじゃないですか、はい、あるんですよ。第5章英雄色を好むって言って、まるまるそういう話だけで埋まってます。一章まる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 です。初体験は小学校5年の時。ガッツさん、ガッツさん、ガッツありますね。全然興味ないね。そっから名前が興味ないですよね。ニュージャレーション絶対興味ないはずなんですよ。興味あるでしょ。興味ない。ガッツさん、ガッツさん、すごい。なんかオッケー牧場とかもなんかちょっとエロく聞こえてきてる。ただちょっとあれだなと思うのが、ちょっとこの先行きますと、はいはいはい、まあ、日本全国のソープを制覇とかだんだん話が出てきますよ。何の話ですか。これモテ自慢じゃないだろうね。それはまた違いますよ ね。モテてるのと最終的には世界の女味比べっていう、あ今国際問題になりそうなタイトルが。確かに今やったら問題になるよ、ね、昔だからこそ出せたというで、はい、読んでみるわけですよ。読んでみたら、はい、謎が解けるんですよ、はいはい、さっきのあれです、日本全国のソープを制覇みたいな。はいはいはい、海外でも恋愛ではないです。なるほど。あ、なるほど、ね、いろいろそういうお店に行くというなるほど、ね、当時異常なんですよ。本当にいろんな人が平気でそういうことを本にしてたんですよ。すごいっすね。昔の人ってスケベな人が多かったんですかね。なんかにしてたんですか。いやだからみんなスケベだけど、それを言うか言わないかですよね。そう、言っても問題にならない時代だった。そうですね。だってこれなんて今ちゃんとした政治評論家としてやってる竹村健一さんって方がいらっしゃるんですけど、はい、人が世界の女を俺の手にって本出して、すごいな。これも気になるから読んだら同じパターンですよ。全部バイバイです。なるほど。全部内容大体同じなんですね。怒られますよそんな本出したら今。確かに問題。政治評論家が。ですね、間違いない。偉そうに政治評論してる人なんですから。日本男子5名を行くじゃないですよこれ。サブタイトル。いや昔の芸能界。読めないですけど、こんなの出しますからね。この人ね。もう読めないですね、はい、これはね。読めないですね、うん。皆さん黙読するしかない。見る目変わっちゃいますね。メインタイトル、サブタイトル両方読めないですけど。昭和は異常でした。すごい。昔の芸能界ってやっぱすごいんですね。ねえ、面白いですね。いかがでした皆さん。ここまで聞いて。すごくない？今が厳しすぎますよね。そう考えると、まあ確かにね、そうなのかもしれないですね。みんなそう言いますね、やっぱり、うん、ベテラン俳優さんが亡くなる直前ぐらいとかよくインタビューするんですけど、やっぱり皆さんそういうことを言ってますよ、ね、はい、かわいそうだっていうのは。確かにね、もうちょっと緩くてもいいのになとは思いますよね。でもきっとね、皆さんどうなんでしょうね。まあどうなんですかね。まあ僕が結婚したんで遊びたいとは思わないですけど一番強い守りになりますね。ずるいね。今全部持っていきました。一番うさんくさい言葉常に言いながら芸人さんって言われたら先輩やし、先輩ですもんね。超大物です。超大物、超大物なんだ。あんま喋らんとこ、ね
みんないつかどこかでねお会いした時に。いや、やだやだ、そんな人絶対やだ。やですよね。やだやだ。でも会ってみたら分かんないですよ。それはちょっと心になんか、うん、かあのちょっと番号とかでいいんじゃない？だからあの、うん、あのちょっと携帯の、そうそうそう、携帯の方がなんかいい。なんかね、なんかめっちゃもっと隠してる感じで。そうリストみたいな感じで毎回更新されるたびに。もう100から101みたいな感じで、いや、まあ、あ、なるほど、数字だけね、数字だけだったらまだいいんじゃないですか、ね、名前ってのは奥さんびっくりしたでしょうね。確かに、やだやだ、その人の名前絶対なんか夢に出てきちゃいそうなもんね。番組とか見てて、有名人とかいてたらね、ね、やばいよね。おもろい話多いですね。 CM 中にこっそりと名前教えて差し上げます。わっしー、やった、やった、ありがとうございます。楽しいですね。まあ、はい、でも楽しい時間が終わってしまうということで、はい、最後ですね、皆さん告知などあればお願いします、はい、あ、僕たち 8.6 秒わずかいと8月23日にですね、はい、渋谷の無限大ホールで9時から、新ネタ単独ライブをやらせていただきまして、オール新ネタでもラッスンゴレライのラの字も出ませんので、ぜひ新生 8.6 秒わずか見に来ていただきたいと思います。見に来ます、8月23日、ぜひお越しください。お願いします。はい、はい、僕が、女子プロレスのインタビュー集が最近出たのと、はい、あと明日新宿ロフトプラスワンというところで、あのノーツイートの恋ような話ばっかするようなの、めっちゃ楽しそう、ね、それも気になりますね。はい、嫁さんと赤ちゃんと一緒に見に行こうかな。教育に良くないですから、絶対に。さあ皆さん、本当に今日、今夜はありがとうございました。またぜひ遊びに来てください。お願いしていいですか、うん、あ、これもちょっと僕タレント本のコレクターでもあって、はい、意外な人がモテキャラだったりするっていうのがありまして、それを一つ、はいはいはい、あのコント赤信号の渡辺正行さん、はい、リーダー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 、実は昔モテキャラだったんです。モテキャラな感じしない、まあね、まあ、大物のタレントさんと付き合ったりとか多分してたのが、それが関係してたと思うんですけど、なぜかそういう本を何冊も出してて、あの男を奮い立たせるいい女講座みたいな本も出してて、リーダーってそういう感じ、もうキメキメですよ、もう。そんな感じしない。俺がモテ方教えてやるみたいなタイプだったんですけど、ちょっと最悪な本が一冊ありまして、ちょっとこれ多分 FM では読めないんですけど、はいはい、まあ、ひどいんですよ。何これ、うん、ね、実際に本見せていただいてるんですよ、ね、はい、ちょっとすごいですね。あり画面の方からしたら考えられないような本当に本を普通に出してた、女体の神秘について書いてた、表現する、ショック、なんかイメージないですよ、なんか優しい感じのイメージだから、ね、ラママのネタ見せだよって感じと全然違うんですよ。昔はこっちだったんですよ、意外な人はやってないんだけど興味があるって話です。すごい、もう女性に飽きたぐらいもうね、いろいろ経験してるんでしょうね、うん、確かに、そんな抱かれたくなってきただろうっていいですね。すごい言われたね、そんな気しますよ。ホテルの室でずっとそうやって話されたら、いや、そうですよね、変な気持ちになってきましたね。いいかも、素敵になりますね。シドジョーさん、はい、続いてお願いしていいですか、うん、あ、これもちょっと僕タレント本のコレクターでもあって、はい、意外な人がモテキャラだったりするっていうのがありまして、それを一つ、はいはいはい、あのコント赤信号の渡辺正行さん、はい、リーダー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 、実は昔モテキャラだったんです、モテキャラな感じしない、まあね、まあ、大物のタレントさんと付き合ったりとか多分してたのが、それが関係してたと思うんですけど、なぜかそういう本を何冊も出してて、あの男を奮い立たせるいい女講座みたいな本も出してて、リーダーってそういう感じ、もうキメキメですよ、もう、そんな感じ。俺がモテ方教えてやるみたいなタイプだったんですけど、ちょっと最悪な本が一冊ありまして、ちょっとこれ多分 FM では読めないんですけど、はいはい、まあ、ひどいんですよ。何これ、うん、今ね、実際に本見せていただいてるんですよ、ね、ちょっとすごいですね、ちょっとね、あり画面の方からしたら考えられないような本当に本を普通に出してた、女体の神秘について書いてた、今って表現する、ショック、なんかイメージないですよ、なんか優しい感じのイメージだから、ラママのネタ見せだよって感じと全然違うんだけど、昔はこっちだったんですよ、意外、意外な人が、だ僕実はタレント本のコレクターなので、はい、意外な人がちょっとまあさらっと言いますけど、はい、あのニューゼレーションで全く届かない、あのベテランの歌手で村田秀夫さんっていう方がいたんですけど、演歌の大ベテラン、そういう、はい、昔はどういうことかっていうと、はい、亡くなる直前に出す本っていうのが今だから話す女性交友談義みたいな感じ、なるほど、
昔なんかね、どういう人と交際してきたかとか、初体験がいくつだとか、全部自分で暴露して、それ暴露されて残された方困りますけどね。まあでもまあ大体なくなってるだろうみたいな感じ。確かに。なるほど。でいい話が、女性問題でなぜ週刊誌沙汰にならなかったのかっていうのを書いてあって、知りたいじゃないですか。あの隠すから週刊誌沙汰になるっていう、なんかこの人はそういうルールで全員紹介したらしいんですよ。いい女だから、あのマスコミにもちょっと紹介してあげたいって言って、記者連れてって、なんすかそれ。紹介そこまで合わせたら逆にあの報道できなくなるんだよねって書いてるんですけど、いやでも、まあ、時代が違いますよね。今は絶対通用しない。昔はそういう感じだったっていう、うん、時代ですよね。時代ですね。それこそ今なんか SNS があるから、うん、ね、すぐ暴露されちゃうので、隠したってバレちゃいますし、うん、いろんな人にね。そうなんです。こんな本が出る、芸能界モテ伝説、はい、実はですね、吉田さんのこの芸能界モテ伝説、うん、これまだまだ言い足りない伝説があるということなので、なるほど、この後も延長戦おかわりタイム突入でございます。いいですね。楽しみ。あの、じゃあ、いいのになと思いますよね。でもきっとね、皆さんどうなんでしょうね。うん、まあどうなんですかね。厳しすぎる。まあ僕が結婚したんで遊びたいとは思わないですけど。一番強い守りになりますね。ずるいね。今全部持ってきました。一番うさんくさい言葉。いやー、すごいですよ、うん、芸能界モテ伝説、はい、はい。実はですね、吉田さんのこの芸能界モテ伝説、うん、これまだまだ言い足りない伝説があるということなので、なるほど、この後も延長戦おかわりタイム突入でございます。いいですね。あの、じゃあ 8.6 秒バズーカさんはありがとうございます。いや、じゃあ、ね、なんですか。聞きたいんで。あ、聞きたい。出たとしてもそこでいますよ。わかりました。じゃあ、いてもいいですよ。お願いしますよ。ありがとうございます。はい、ということなので 8.6 秒バズーカさんお二人もこの後お付き合いいただけるということで、よろしくお願いいたします。以上、スクランブルラボでした。今夜のテーマは、聞いてください私のモテ自慢ということで、 8.6 秒バズーカーの浜谷根さんと田中シングルさん、そしてプロインタビュアーの吉田剛さんにお越しいただいております。引き続きよろしくお願いします。お願いします。お願いいたします。ここからはですね、はい、吉田剛さんプレゼンツ、芸能界豪快モテ伝説おかわりタイム突入です。気になりますからね。はい、さあ、それではね、やっぱりね、うん、最近の芸能界でね、聞いちゃいましょうか。吉田さんが知っているモテ伝説を知りたいんですけど、まあ、あの、名前も全然言っていただいてもいいですし、はいはい、あの、イニシャルでもいいです。言えるんですかね。問題になります。責任持ってくださいよ、川北代表。あの、全然イニシャルでもいいんですけど、はい、なんか、はい、教えていただきたいです。イニシャルでもいいなら、はい。じゃあ最近の、はい、俳優さんで F さんという方が、はい、F さん相当モテてらっしゃることは、まあ、ちょっと有名なんですよ。15、6歳でもう100人切りいったんです。15、6歳、最近の人ですか。最近の人なんですけど、F さん、だから本当に現代の松方弘樹ぐらいに言われてる人ですよ。松方弘樹さんは、松方弘樹さんは1000人切りで有名だった人ですよね。1000いった説があるぐらいの人です。で、もうそれぐらい行った結果、はい、美人に飽きたっていう説があって、はい、あの、あまり可愛くない方と男に行ったっていう。それはわお、わお、男行きました。ヒーローさんが行ってなかった。やっぱりごちそう食べ飽きたっていう。だからイケメンは結局そうなんですよ。シシドさんにしてもそうじゃないですか。はいはいはい、やっぱりなんかもういろいろ全部見てきて、行くとこまで行っちゃうと、もう行くところまで行って。でうん、白飯逆に超うまいみたいなことなんですね。っていうことですよね。新しい。気になるな。でもすごいですね。現代にもいるんですね。いますね、そういう人が。うん、ただなんかそういうことをキャッチフレーズとかには使わなくなったってことですね。なるほど、なるほどね。確かに全く押し出してはないですよね。全く知らん、わかんないです。キャラだったりするっていうのがありまして、はいはいはい、それを一つ、はいはいはい、あのコント赤信号の渡辺正行さん、はい、リーダー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 、実は昔モテキャラだったんです。モテキャラな感じしない。まあね、まあ、大物のタレントさんと付き合ったりとか多分してたのが、それが関係してたと思うんですけど、なぜかそういう本を何冊も出してて、あの、男を奮い立たせるいい女講座みたいな本も出してて、リーダーってそういう感じ、もうキメキメですよ、もう。そんな感じしない。俺がモテ方を教えてやるみたいなタイプだったんですけど、ちょっと最悪な本が一冊ありまして、ちょっとこれ多分 FM では読めないんですけど、はい、まあ、ひどいんですよ。
何これ、今ね実際に本見せていただいてるんですけど、ちょっとすごいですね。アリ画面の方からしたら考えられないような本当に本を普通に出してた、女体の身辺について書いてた、ショック、なんかイメージないですよ、なんか優しい感じのイメージだから、ラママのネタ見せだよという感じと全然違う、昔はこっちだったんですよ。意外な人が、だ僕実はタレント本のコレクターなので、意外な人がちょっとさらっと言いますけど、はい、ニューゼレーションに全く届かない、あのベテランの歌手で村田秀夫さんっていう方がいたんですけど、演歌の大ベテラン、はい、そういう、はい。昔はどういうことかっていうと、はい、亡くなる直前に出す本っていうのが、今だから話す女性交友談義みたいな感じで。なるほど。昔どなんかね、どういう人と交際してきたかとか、初体験がいくつだとか、全部自分で暴露して、それ暴露されて残された方困りますけどね。まあでもまあ大体なくなってるだろうみたいな感じ。確かになるほど。でいい話が、女性問題でなぜ週刊誌沙汰にならなかったのかっていうのを書いてあって、知りたいじゃないですか。あの隠すから週刊誌沙汰になるっていう、なんかこの人はそういうルールで、全員紹介したらしいんですよ。いい女だから、あのマスコミにもちょっと紹介してあげたいって言って、記者連れてって、なんすかそれ、紹介そこまで合わせたら逆にあの報道できなくなるんだよねって書いてるんですけど、いやまあ時代が違いますよね。今は絶対通用しない。昔はそういう感じだったっていう、うん、時代ですよね。時代ですね。それこそ今なんか SNS があるから、うん、ねすぐ暴露されちゃうのに、隠したってバレちゃいますし、うん、いろんな人にね、そうなんです。こんな本が出ちゃう時代ってのもすごいですね。なんか意外な人が、本当に僕がこういうタレントも好きになったきっかけっていうのは、はい、なんでこの人がこんな女自慢してんだろうみたいな 本が多いんですよ。例えばガッツ石松さん、ガッツさん男石松のガッツエンターテイメントっていう本があるんです。ガッツさんってそういうイメージないですよね。ないじゃないですか、はい、あるんですよ。第5章英雄色を好むって言って、丸々そういう話だけで埋まってました。一章丸々です。初体験は小学校5年の時から。ガッツさんごめん、全然興味ないね。そっから名前興味ないですよね。全然興味ない。ニュージャリー絶対興味ないはずなんで、ちょっと紹介してあげたいって言って、記者連れてって、なんすかそれ。紹介そこまで合わせ